規制、制度改革に関する分科会、略称、規制、制度改革分科会、または規制改革分科会は、行政刷新会議の設置について語に基づき、規制、制度改革に関する調査を行う目的で、2010年3月11日、行政刷新会議において設置された、分科会。事務は、内閣府にある、規制、制度改革担当事務局で行われていた。 従来の規制改革会議は2010年3月での任期満了をもって廃止された。文化会長は内閣府副大臣が務め、文化会長代理は内閣府大臣政務官及び行政、刷新会議議長が指名する者が務める。構成員は行政刷新会議議長が指名する者とする。なお、構成員は現職国会議員がなった例もあったが、国会議員には、 国会法第39条に原則権任禁止規定があり、例外として、両議員一致の議決に基づき、任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職とあるが、国会同意人事がないまま現職国会議員が行政刷新会議文化会構成員になったことについて違法との指摘が上がった。内閣は閣議決定により、 内閣府に設置されているものであり、内閣府設置法に基づく行政組織ではない、評価者は官職に当たるものではないと述べ、現職国会議員が行政刷新会議文化会構成員になったことについて違法ではないと述べている。必要に応じ、特定の分野に監視調査するため、文化会にワーキンググループを設置する。文化会は一文化会の調査審議方針等、 全般の運営に関する事項の審議、二分科会で取り扱う検討テーマについての調査審議、調整の二点を行う。ワーキンググループは、一特定分野に係る検討テーマ決定、二当該テーマの調査審議、調整の二点を行う。2010年3月11日、行政刷新会議において、グリーンイノベーション WG、ライフイノベーション WG、 農業 WG の3つのワーキンググループが設置された。当初の検討テーマは、規制改革会議から重要課題として引き継いだもの、歯と耳、国民の声に寄せられたもの、新成長戦略関連重要検討テーマとして提案されたもの、これら3つから抽出した39のテーマである。抽出の視点は以下の3点である。当面の検討テーマは、 2010年6月をめどに取りまとめ行政刷新会議へ報告するとしている。主査は内閣府大臣政務官及び行政,議議行政刷新会議議長が指名する者が務め、構成員は行政刷新会議議長が指名する者とする。ありがとうございます。